回の飛躍が期待が持てます。そして石田隆君、ひろし君の兄弟もそれに同意のスペシャリスト。さあ今回のプロカン日本選手権、どのような走りを見せますでしょうか。そして同じスタート2分前、10秒前。プロカン日本選手権シニア男子12キロ、41名が一斉にスタートいたしました。
まもなくフィニッシュですが、その後ろ石田隆君、さあ逃げた逃げた、さあ追いかける上野大地君、さあ決まったか、石田君がフィニッシュをしました。35分58秒から9秒、そして茂木慶次郎君が現在第3位、日本選手権第3位でまもなくフィニッシュです。フィニッシュいたしました。15番は田村君、青山学院の田村君が日本選手権第4位、そして服部弾馬君、日本選手権第5位、6位が1017番馬場君、駒澤大学。10番失礼しました、10番が石田博君、旭化成。続々とシニア男子12キロの選手がフィニッシュ地点、フィニッシュゲートを目指しております。厳しい気象条件、そして、コンディション、砂地もあり、芝も濡れて、そして坂道、下り、いろんな条件の中で選手の皆さんは頑張りました。どうぞ。
盛大な拍手で健闘を叩いていただきたいと思います。お疲れ様でした。まだまだ走ってきております。先頭のランナーから最終ランナーまで温かいご声援をよろしくお願いします。プロ間日本選手権第99回の日本陸上競技選手権大会のクロスカントリーの部、現在レースが行われております。現在続々とシニア男子12キロに出場しました41名のランナーがフィニッシュ地点、フィニッシュゲートを目指しております。この後13時50分よりジュニア男子4キロ、14時10分よりジュニア女子4キロ、そして中学男子のクロスカントリーリレー、最悪、中学女子のクロスカントリーリレーと続きます。これ途中で生きたりした？知らなかった。もうずっと置いてたのかな。インカムしなかった。しなかった。12回目からスタートしていきなり向こう落ちたよ、遊んだ一周目取れんだった。こっちが来たことがちょっと合図してほしいな。あー、いやこっち見てたから、何かなと。インカムしとかんかい。ずれるから下に行きないだろうなと思って、なんで。いや俺はこっち降りてこっちに来るべきかなと思って一瞬迷ったんやけど、途中できたらカメラなくなる、上のカメラもいなくなって、もうあのカメラも雷で降りた。ああ、いやこっちを見てるのは分かってます。現在シニア男子の選手が続々とフィニッシュを迎えていますが、この後に行われますジュニア男子4キロのスタート10分前となりました。